39歳になったアントクパッとフィリピンのフラッシュクワットのリング登場が間近に迫っている。5階級制覇王者、ノニトドネア、フィリピンは12月11日、日本時間12月12日。現在保持する WBC 世界バンタム級王座の指名戦として、カリフォルニア州カーソンで同級暫定王者、レイマートがバリ フィリピンの挑戦を受ける。ガバリョは実績では大きくドネアに劣るものの21戦全勝18個という優れた戦績の持ち主。エキサイティングな戦いが期待できそうだ。朝倉未来30歳で引退の意識に変化中毒性がある格闘技は悪影響があるのに 大好きな彼女みたい2019年11月7日。ドネアは、埼玉スーパーアリーナで、井上直也、大橋ジムと対戦し、後にアンド・クワット、ドラマイン・埼玉アンド・クワットと称される、歴史的激闘の主役の一人になった。以降、井上との再戦の機会を追い求め続けるフィリピンの英雄は、どんな思いで、 いませんに望むのか井上や、今回に対戦寸前まで行った、WBO 同級王者ジョン・ゲール、カシメロ、フィリピンという対立王者たちに、どのような思いを抱いているのか ?11 月下旬、独占インタビューでその胸中をじっくりと語ってもらった。井上の今年6月の試合前、ベルトを奪う仕草を見せた。 ドネア、右、4回 TKO 勝ちで WBC の世界王座に返り咲いた。5月のノルディ・ヌーバーリ、フランス戦以来となるリング登場に向けて。調整はいかがですかノにトドネア、以下。ND すべて順調に進んできました。10ラウンド。12ラウンドのスパーリングも何度もこなしてきています。 コンディションは良好ですし、リングで十分に力が出せる状態です。対戦相手の側両の印象は、ND タフでハングリーな若手選手という印象ですね。大変なハードワーカーであることも聞いています。もちろん侮ることはできない相手ですし、彼との戦いを簡単だと考えるべきではありません。 すでに多くを成し遂げてきたあなたは最近は強敵との対戦や新たなチャレンジを追い求めることでモチベーションを保ってきた印象があります戦績こそ立派でもまだ実績不足のババリオとの試合ではその部分が難しかったのではないですか ND 確かにモチベーションを 最大限に高めるために普段以上の努力が必要だったことは事実です。井上やこの階級の他のチャンピオンとの対戦であれば、違った心持ちになっていたでしょうね。先を見過ぎることがないように、気持ちを引き締めなければいけませんでした。とにかく大切なのは集中すること。目標である井上との再戦に向け、 絶対に負けられない試合であることは間違いないですから。今戦はバンタム級の王座統一。井上選手への接続という目標に向けた大事なプロセスといった位置づけになるのでしょうか。ND その通りです。WBC の指名戦として義務付けられ対戦。必ずこなさなければいけない試合ですし。 日程的にも統一戦が難しい今が最善のタイミングなのでしょう。5月の奪わり戦に勝った勢いを保つために、年内にもう一戦にやっておきたいという気持ちもありました。井上選手も12月14日に次の防衛戦を消化し、来年4月にビッグイベントを計画していると伝えられています。 来春にリマッチを実現させたいという気持ちは強いですか ?ND 実現する可能性があるかもしれない。としか言えません。私たちは具体的なことを知らされているわけではないのですからね。今、大事なのは、どんな方向に進もうと、準備を整えておくということ。そのために、 まずは、ガバリョに勝たなければいけない。先ほども話した通り、気を抜くつもりはありません。再選は、日本開催の可能性が高いと思われます。あなたは日本でも大人気ですが、それでもアウェーであることに変わりはありません。日本以外で、という希望はありますか ?ND 日本開催で、 全く問題ないですよ。井上との第一戦は素晴らしい雰囲気の中で行われ、私も多くの人から応援してもらいました。再戦も日本でやるのが最も盛り上がるし、様々な意味で最善のチョイスなのはわかっています。日本での再戦が実現したら、井上は母国の人たちのサポートを受け、 プライドをかけて望んでくるはず。そんな彼を敵地で倒すことができれば、私にとっても達成感は大きいに違いありません。だから日本で構わないですし、再選の機会が得られるのであればそれ以上の喜びはありません。10月中旬、プロモーターのリチャード・シェファーが中心となった、 新会社プロベラムと契約を結んだと発表されました。あなたはもともとシェーファー参加でしたが、この契約の背景を教えてもらえますか ?ND 私とリチャードは良い,い友人であり、同時に彼は私のキャリアを大きく助けてくれました。リチャードはプロベラムを創設し、 新しいビジョンを持って進んでいこうと考えています。すでに最大級のプロモーション会社になったように思いますし、私もその一員になれたことにエキサイトしています。あなたとシェファーの間には固い絆があるように見えます。それはボクシングビジネスでは稽古なことですが、一体何によって深く結びつけられているのでしょうか N.D. リチャードは非常に率直な人間なんです。どんなことに関しても何が起こっているのか何をするつもりなのか私が知りたがっていることをすべて正直に伝えてくれます。彼は自分の参加のボクサーのために何でもやろうとしてくれる。例えば先ほどの井上との再戦に関しても 私の希望であることを熟知しており、実現のために全力を注いでくれています。彼は他のどんなプロモーターと仕事をすることも意図はないですが、それも重要なことですね。8月に一度は対戦が決定したカシメロのことも聞かせてください。ドーピング検査の方法をめぐる行き違いとトラッシュトークの激化によって、 統一戦はキャンセルとなりました。今、あの一件をどう振り返りますか ?ND 今では新たなことを学ぶ機会だったと捉えています。二人のフィリピン人が統一戦を行うということにエキサイトしていましたが、その試合には様々な別の要素がついてきましたね。対戦相手は、 何でも頭に浮かんだことを口にすることがあると知りました。あの件で良かったことがあったとすれば、多くのファンが私を最後までサポートし続けてくれたこと、私も多くを学べた経験であったことは否定しません。カシメロが WBO 王座を保持している限り、 彼と戦わなければ、あなたの目標の一つである四団体統一は達成できないということになります。カシメロと対戦する可能性はまだありますか ?ND それは間違いないですよ。100%です。四団体統一のためなら、どんなチャンピオンとでも戦うつもりですし、彼が王座であるなら、対戦は問題ありません。 ただ、これまでも常に厳格な薬物検査を重視してきましたし、今後もそれは変わりません。私は過去、ペドを使用していただろう選手とも対戦して勝ってきましたが、厳しい検査を求める考えは揺るぎません。ボクシングのクリーン化のためです。2022年はあなたにとって、 重要な一年になる可能性があります。どんなシナリオを思い描いていますか ?ND まずはガバリオに勝ち。迎える2022年。私はバンタム級の4団体統一王者になります。そのビジョンを頭に描くことができています。今の私はその目標を実現するために戦い続けているのです。 来年11月で40歳を迎えます。2022年がボクシングキャリア最後の1年になることもあるのでしょうか ?ND それはわかりません。私はまだボクシングというスポーツが好きだし、エキサイトできています。バンタム級を制した後、もしかしたら階級をスーパーフライ級に下げるかもしれないし、 またスーパーバンタム級に上げて戦うかもしれません。エキサイトできるチャンスがある限り、私は戦い続けるのではないかと思います。あなたは最大でフェザー級まで上げましたが、現実的に今後、スーパーフライ級に落とすことは可能なのでしょうか n d 問題ないですよ。2年前、 井上との試合の際、当日朝の時点で116パウンドだったんです。中、スーパーフライ級は115パウンド。そこで水を飲み、軽量は117、5パウンドでクリアしました。その経緯を考えれば、スーパーフライ級に落とすことは難しくないはずです。まだまだ心身ともに調子はいいですし、 おそらくあと数年は戦い続けられるんじゃないでしょうか。だから、バンタム級の4団体統一は現在の最大目標ではありますが、私のレガシーの一部に過ぎないのです。